ライオネル・ネイサンド・ドロス・チャイルドは、イギリスの銀行家、政治家。1882年1月25日に、レオポルド・ドロス・チャイルドの長男として、ロンドンで生まれる。母は、マリー・ペリュージャ。弟に、エベリンとアンソニーがいる。ハーロー校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジを卒業。1908年にマスター・オブ・アーツの学位を取得した。 1903年から NM ロスチャイルドサンズに勤めるようになる。1910年から1923年にかけてアリス・バーリー選挙区選出の庶民委員議員を務める。所属政党は保守党だった。1914年の第一次世界大戦時には国防義勇部隊予備役少佐の地位にあった。ライオネル自身は出生を希望していたが一族から 高齢の NM ロスチャイルドサンズ、共同経営者たちを支えることを期待されたため、イギリス本国に泊まることになった。しかし彼の弟二人は最前線で戦ったため、この時に出生しなかったことはライオネルに、生涯の自責の念を与えたという。1915年に、オジロスチャイルド卿が死去すると、その次男であるチャールズが、NM ロスチャイルドサンズの経営を主導するように、 なったが、チャールズは病気で間もなく退任したため、ライオネルと自邸アンソニーが会社の主導権を握るようになっていった。1917年に大英帝国勲章オフィサーを受勲した。1930年代、ナチ党政権の誕生により、ドイツでユダヤ人迫害が強まった。これを憂慮したライオネルは、本家のビクターや弟アンソニーと共に、 ドイツユダヤ人のための英国中央危機にや、ドイツユダヤ人のための委員会などの募金機関を立ち上げ、ドイツユダヤ人の亡命と亡命後の生活の支援を行った。とりわけ一世代若いビクターが、この救済活動に熱心だった。やや高齢のライオネルとアンソニーの兄弟は、イギリス社会から排除されないためには、まず、イギリス人として行動するべきで、ユダヤ人であることは、 二の次という考え方が染み付いていたため、運動にかける情熱には温度差もあったものの、兄弟もできる限り多くのユダヤ人を救おうと奔走したことに疑いはない。1942年1月28日にケンジントン宮殿で死去した。以降、会社の経営は弟アンソニーが主導するようになる。植物に造形が深く、サザンプトン郊外にエクスベリーガーデンを創設した。 その店員への情熱の注ぎようから、庭園師が本職で、銀行業は趣味とまで評された。また、クルージング、温泉、山歩きも趣味だった。パリ在住のエドモンド・ビーアの娘マリー・ルイーザ、ユージェニー・ベアと結婚し、彼女との間に以下の4個を設ける。ありがとうございます。